お疲れ様です、かぐやです。第6章、極道たちの生き様というわけで、龍が如くゼロ続きやっていきましょう。前回やっとセレナに来たら織田がボコボコにされてましたと。で、阿波の率いる太平一家だったかな、もういいよ、あれに目をつけられましたと。織田さん、織田大丈夫か。とりあえず無傷で帰ってきました。どうも。無傷ではなかったけど、すまんかったな、キリュウ。あ、すまねえ、兄弟。俺はまるでお前の力になってやれなかった。大丈夫だよ、気にすんなって。それこっちのセリフだ。巻き込んじまったんだ。あ、同じこと言ってる。結局お前のことまで巻き込んじまった。悪いな。おい、お前これからどうする気だ。立花不動産とつるむのもまずい気がするけどな。さっきの青野ってやつにうちの社長を渡せって言われたんだ。そこまではまあ読めるか。さっきおめえが下で暴れてる間、阿波野の兄貴がそう言ってたんだ。ああ、なるほど。これから道島組が組を上げて立花の社長を探すことになった。まあそうだよね、空の一つぼの手がかりを知ってるって言うんだったらそれ狙われるわな。俺からもお前を説得しろって言われて、立花を渡すことがお前が死なずに済む唯一の道だ。いやー、けど渡したところで多分桐生さんは何かしら受けちゃうでしょ。社長受けちゃうっていうか、お前の無事では済まないとは思うよ。町中の情報を集めてんだな。その社長の首を道島組に差し出すんだ。なんかどっちもどっちだね。あんた黙ってろ。錦が桐生さん以上に怒ってるだと。断りは立花の代わりに桐生が的にされる。組織ぐるみで追われる。いくらなんでも生き残れねえ。錦が俺のためにこんなに怒ってくれてんのがなんか嬉しいな。ことは構わねえのか。てめえらが桐生を巻き込んだんだろうが。よせ、相手は怪我人だ錦。それにどうするのがいいんだろうな。いずれ堂島組を敵に回すのは俺も承知の上。まあそうだね、結局殻の一つを奪いに行くんだったら堂島組と争うことにはなるよね。だけだ、おめえ堂島組相手に正面切って喧嘩売るつもりか。売ります。バカ言ってんじゃねえ。まさか親さんだってここまでひどくなるとは思ってなかったんだ。いや、親さんもここまでは考えてたんじゃない。殻の一つを立花不動産に取ってもらうっていうのを考えた時点でもう、もともと立花社長はそこで道島組と正面から勝ち合う前に、若頭補佐3人衆と戦うのはもう分かってたんじゃないのかな。道島組とっては10億じゃ効かねえ価値があるんだ。10億以上、それをうまく使えばうちも神室町の一角を担う組織になる。道島組でさえ安々とは潰せない組織。あの一坪でそこまでの価値が生まれるってのも面白いね。ただこうまで早く道島組の幹部に目つけられちまったな。ちゃんと目つけられたね、立花不動産。阿波野の兄貴を甘く見すぎだ。あの人癖なんかとは比べ物にならねえよ。切れ者だ。あの顔でも失礼か。社長と話してみる。あんなスケベなことばっかしてそうな顔な阿波野なのに。全員が助かる道だってあるはずだ。あるか。うちが空の一つもの所有者を抑えるや堂島組と取引できる。まあ確かにそれはそうだね。だといいがよ。ただそんな都合よく見つかるわけでもないでしょ。織田です。今は桐生とセルナって店にいます。ええ、それで堂島組の阿波野が社長を渡せと桐生に持ちかけてきました。はい、うちが殻の一つを追っていることにも気づいてます。バレバレでございます。だからお社長は今すぐ身を隠してください。俺はもう桐生は信用できないと思います。まあそうだよね、信用はできない立ち位置になっちゃったよね桐生さんは。おい、ちょっと待て。正しい判断ではあると思うよ。いいんだ錦。でもよ。何笑ってんねん。これでも俺にも社長がどこにいるかは分からない。くそ。どっちにしろ悪く思うなよ。めんどくさいね。騒がせたな、ママ。ママ。怖い思いをさせてすまなかった。
うちの心配だな。それより年取ってからも美人だったけど、この時代もこの時代でいい美人さんやな。おい待て、キリュウ、おめえどうする気なんだよ。そっか、何も考えてないや。今さらジタバタしても始まんない。ジタバタジタバタ。もともと組を抜けた時は一人でやるつもりだった。まあそうね。まずはクゼを捕まえて、うん、俺の濡れ衣を晴らす。振り出しに戻ったな。いや無理じゃないのそれが。この状況でそんなことできるわけねえだろ。クゼがそんな一人でのこのこ歩いてるわけじゃないし。俺はやるしかねえんだ。そうか、やるしかないか。いやどうすんだろうな。本当にクゼぶん殴りに行く。クゼのことだからなんか直接ぶん殴りに行きそうだけど。殺しの濡れ衣を晴らすか。そういやカラの一つもまだちゃんと。ああ見に行くか。オッケー、じゃあ一回カラの一つも向かうか。後ろのあのマーク何？ちょっと一瞬見よっか。え？何してんだ？あ、トラブルか。あーはい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 。じゃあこれは倒しとこう。あの豆アイランドのトラブルだね。よし、オッケーオッケーオッケー。これでトラブル開始だ。あ、カラの一壺ってこんなに奥まったところにあるんだ。でここを上がって入って降りて右左こっち、こんな奥まったところか。わー血が残ってら。確かに位置的にあいつの頭があったところか。あーなんか誰だ、立花お前どうしたの、隠れてろって言われたじゃん。なんで来た、始末する気か俺を。立花、桐生さんとしてはお前を出すつもりはないよ。なんでここに。警察が調べ尽くした現場です。あもう真犯人に繋がるような証拠は残っていませんよ。あそりゃそうか、分かっている。うちの情報網を使ってクゼを洗いました。もしクゼがあなたをはめた黒幕であれば、ここでの殺しのために殺し屋を雇ったはずです。まあそうか。クゼの周りにそういう動きはありませんでした。じゃあクゼが誰かに頼んでやらせた可能性はある。あなたに殺しの濡れ衣を着せた黒幕はおそらくクゼじゃありません。阿波野じゃなくてもう一人か。何、今私が掴んでいる情報は、あーありがとう。それをあなたにお伝えしようと思いましてね。そのためだけに。わざわざ、それだけじゃない気もするけど、ええ、ですがご心配なく、私はカムロ町から姿を消しはしません。道島組がうちの動きに気づくまでもう少し時間がかかると思っていましたが、それでも想定の範囲内です。その割に小田は淡くってたらな。小田さんにもまだ伝えてないことですが、実はこの殻の一粒の所有者を見つけました。マジ？え？わけあってまだ接触はできていません。ですが、その人物をうちが押さえ殻の一粒を手に入れれば、堂島組は我々に土地を売ってほしいと頭を下げることになる。なるほどね。この土地の価値はそれだけの力を生むんです。ですから桐生さん、あなたにはそれまでの間死なずにいていただきます。オーケー。無理な相談でしょうか。いや無理ではない。殻の一粒の持ち主はいつ抑えられるんだ。一日ください。一日でいい。ただし他言無用です。オーケー、わかった。たとえ相手が錦山さんや柏木さんだ。じゃあ風間のおやさんは、OK、あんたを今阿波野に売り渡せば、確かに俺は堂島組に狙われずに済む。確かにそうだね。
あなたがそういう人なら、私はこんなところにのこのこ顔を出したりしませんよ。ある意味の信頼っていうことでわざわざ顔を出したのか。道島組から。なるほどね。生き延びてください。オッケー。桐生さん。誰に物を言っとんじゃい、桐生一馬やぞい。ホテルとか入ったらどうにかならんかダメか。家に帰っておったんですよ。家も怖いけどな、バレてるでしょ家。OK、 じゃあ一回家帰るわ。動画時間的にどうなる？今のところでちょっと。おい、ああ。何？喧嘩？通行料。おい。何こいつ？空！わあ、金持ちだ。うおー、金だ！なんだこいつ。え、俺こんな大量のお札見たの初めてだ。汚ねえな。なんだこいつ。あ、ん、なんだ、君もお金が欲しいのかい。いや、いや別にそうじゃないですけど。ああ、おい、あなた道を開けるためだけにいつもああやって金をばらまいてるのか。超お金持ち。そう。なるほどね。いや。お金ばらまいてみてごらんよ。ん？ああ。うん。何？こいつの金で金ばらまけんの？ほう。ほう？女来い！おら！持ってけい！おら！え？ああ、おら！おら！おら！持ってけい！持ってけい！持ってけい！おい！いい！よいしょ！おー、そういう機能紹介か。まあ、急いでる時にそれでどかせるよっていう話か。とーても一般庶民とは思えないよって言われてる。まあこいつはチュートリアルくんだね。劇場前広場。あー、ギャンブルかなこいつやってんの。そうだね、資産運用、まあそうだろうね。ヴィンセント、OK。 まあ資産運用とかの話はちょっと聞きたいね。あ、これメインストーリー。金ばらまこうと思っても俺13万しか持ってないからばらまかねえ。あー、違う、白石。あ、待って、あれじゃない、このカードってさ、さっきの秘書じゃない。あ、秘書だよやっぱり。 OK、 まあいいや。おい、で、こいつだいぶ前に見つけたタッちゃんだ。どちら様ですか。どちら様ってわけでもないんだが、お前がしてた口喧嘩の内容が少し気になってな。なんだっけ、財布の中見たらめっちゃ金入ってたぞお前みたいな話だっけ。ああ、なんな大きな声で喧嘩してたら丸聞こえでしたよね、すいません。さっきのみなちゃんって、さっきが俺からしたら多分1ヶ月ぐらい前、僕の彼女なんですけど最近おかしいんです。知らねえよお前の彼女の事情なんて。どういう風にだ。最近デートしてくれる回数がすごく減ったんです。ああ、まあそうか、学生ならそういうところ気にするか。それはまあ思春期だからな、いろいろあるんじゃないかね。それだけならまだ不思議じゃないですけど、以前に比べて金遣いがすごく荒くなったんです。やっぱパパ活とかそういう系、たまにするデートでも必ず下着、あ、じゃあ下着売ってるんだ。新しい下着大量に買って帰りますし、なんかね、極みかなんかでもあったんだよね、キリュウさん下着買うとき。買わされたの方が正しいのか、代理で パンツ買ったんだよ。俺怪しいと思ってミナちゃんの財布の中見てみたら、1万円札が多分20枚は入ってて。20万。ミナってこの家が大富豪でもなければおかしな話だな。もしかしたらミナちゃん体売ってるのかも。パンツ売ってるよ。体を、いやいや、お前の彼女まだ高校生だろ。でもそう考えると新しい下着を大量に買う理由もなんとなくわかる気が。
それは直結しなくない、うん、そうだろうか。そうだ、お兄さん、お願いです、嫌です。みなちゃんが何をしてるか調べてくれますが、嫌です、お前が調べろ。何？何？なんで俺が？俺、彼女が体を打ってる現場見たらショックで立ち直れませんから。まあ、そりゃそうか。そりゃそうだが。お願いです、お礼もします。みなちゃんが何をしてるか調べてください。しゃあない。調べてやろう。本当ですか？ああ。なあ、お前の彼女がなぜ大金を持っているか俺も少し気になるしな。親父相手に体を打ってなければいいんですけど。占領通り近辺によくいるみたい。調査お願いします。はい。オッケー、行くか。よーし、サブストーリーの場所に着いたけど、なんだてめえは！めっちゃカメラ入ってきやがって。確か、ミナという子だったか？あの子の彼氏から彼女がどうやって金を稼いでいるのか調べてほしいと頼まれていたな。話しかけてみるか。おい。ちょっと話があるんだが。あ、はい。お客さん、お客さん。やっぱり体売ってる？何？お客さん？うん。まさかこの子、本当に自分の体を売っているのか？あれ、違いましたか？すいません。私に何か用ですか？いや、まだそうと決まったわけじゃない。怪しまれないように返答して、この子が何をしているのか確認しなければ。こういうのは初めてでな。いくらだ？道を教えてくれ。いくらだ？え？え？いきなりですね。やっぱりお客さんってことでいいんですよね。なあ、そうだ。わかりました。話を合わせることができたが、少し警戒されてしまったか。それじゃあ、何が欲しいんですか？え？何とは？だから、上とか下とか、どっちがいいんですか？何？上と下？もしかして、上半身、下半身のことか？違うだろ。客の好みの方でサービスしてくれるということかもしれん。やはりこの子売春してるのか。上と下、どっちがいいですか？真ん中。ある！間を取って、中だな。ないですよ。ああ、ないのか。ああ、ないのか、じゃないんだよ。私もそんなに詳しくないんでよくわかんない、私もそんなに詳しくないんでよくわかんないんですけど、ないと思います。そうか。じゃあ、下だろう。下を頼む。下、パンツですね。わかりました。は？パンツ？だって下が欲しいって言いましたよね。言ったは言ったが、なぜ下着を？訳がわからん。勘違いしてたらすみません。私、ブルセラなんですけど、何ブルセラって。ブルセラ、セラーは、わかるけど、なんとなく。使用ず、あ、ブルマとかセーラー服。あ、そういうこと？なんだ？私が売ってるのは下着ですけど。使用済み下着を売ってるのか、そんなもの誰が何に使うんだ？何って、そんなの、男の人がエッチなことに使うんじゃないですか。知りませんよ、そんなこと。なるほど。お前は使用済みの下着に興奮する男相手に商売してたってわけか。いけませんか。あなただってその変態の仲間じゃないですか。違います。いや俺はだな。下着が買う気ないならどっか行ってください。もうこれ以上変態と喋りたくないです。変態相手に商売してるくせにか。何？おい、あ、無視されちゃった。ふん、クソガキ。取り付く島もなくなってしまった。お、ガツンと言ってやる。変態で何が悪い。虫とかは良くない。下着を売ってると胸を張って言えるか。変態で何が悪い。変態で何が悪い。え？下着に興奮する男が変態だとしよう。だとしてもだ、そいつらがお前に何か迷惑をかけたのか。はっ、って顔してる。人にはそれぞれ趣味思考があるんだ。そいつらの楽しみを誰が否定できる。いや、できないはず。変態だというだけで人を判断するんじゃない。いやー、キレさん、あんまりカッコつかない今。どうやら熱く語りすぎてしまったようだな。相手が明らかに引いてる。違う言葉でガツンと言ってやることにしよう。虫とかは良くない。虫とかは良くないぞ。相手が一生懸命喋ってるのにそれを聞かないふりするのは失礼だ。すっげえ聞かないふりしてる。無視されている相手はとても傷つくんだ。お前はそれを分かってるのか。変態とはもう喋れません。なんだと。いや、いかにか。たかが女子高生に向きになってどうする。よし、じゃあこれか。ちゃんと全部言っていく。下着を売ってると人に胸を張って言えるか。
え？親や兄弟、友達や彼氏に胸を張って言えるのか？それはたっちゃんだったか？お前の彼氏心配してたぞ。え？どうしてたっちゃんのことを？実は俺はあいつに頼まれたんだ。自分の彼女が体を売ってるんじゃないか、調べてくれと。たっちゃん、そんなこと。私、体を売ったりしてません。そうだな、お前は体は売ってない。お前がしてるのはブルセラだったか。ブルセラとブブゼラって似てるね。だが下着を売るのも体を売るのも自分の性を売ってる点では変わらないと思うぞ。それともお前は、私はブルセラやってますって自分の彼氏に胸を張って言えるのか。私だって、ん？私だってこんなことしたくないよ。なんか事情あるんだ。親があれかな、消費者金融かなんかで金借りまくっちゃってるかな。ああ、別に取り乱してもいいんだけどさ。いや、俺も言い過ぎたかもしれん。なんか事情もありそうだしな。何？何があんの？ああ、やりたくない。それは分かったよ。金のためか？そういう人もいます。でも私は違います。え？言わされてやってる？ああ。ああ、自分の下着売って稼いだお金で好きなものを買っても全然嬉しくない。まあ、そりゃそうだろうね。幸子が怖い。誰？ガキ！まずそれが誰か言え。あー、取り仕切ってる子。あー、ブルセラの親玉。あー、はい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 。まちゃんどこに立たせるか考えたり、トラブルあった時に対応してくれたりするんですけど。あー、納税ね。そんな女がいるのか。そのサチコってのにブルセラを辞めたいと言えないのか。無理です。彼女がいる限り私たちはブルセラを辞められない。すげえ深刻。この辺の女子高生はみんな幸子の仲間ですから、逆らったりやめようとするとみんなからいじめられてしまいます。なるほどな。私も自分の下着を売りたくなんかない。困ったな。みんなの彼氏に報告するには随分と言いにくい内容だ。幸子って女がどこにいるか知ってるか。知ってはいますけど、どうしてですか。俺はお前の彼女はブルセラしてたと彼氏に報告したくない。だから幸子にプランじゃない。だから幸子にブルセラのあっせんまがいのことをやめろと説得してみようと思ってな。本当ですか。うまくいったら嬉しいですけど、あの幸子がそんな簡単に説得できるかどうか、やってみなけりゃわからない。さあ、幸子の居場所を教えてくれ。ホテル街近くでブルセラ、桜崎学園の制服を着てる髪の長い子、 OK。 あ、襟は白でスカーフは青、 OK。 カーディガン羽織ってる、オッケー。はい、いいよ。じゃあ、ブルセラの取り締まりをぶん殴りに行こう。さて、いるか？ああ、こいつか？ん？これ？ああ、違うね。サチコじゃないね。なんでもない。なるほどね。何人か。ああ、いたね、今。じゃあ、あっちはいない。あっちはいない。ああ、なんかいろいろいるな。カーディガン羽織ってないな。羽織ってるか羽織ってないかどっちかっていう話してたよね。多すぎない？ここブルセラ。どれだ？青のスカーフって話をしてた。ブルセラをやめろ。おい。おい、サチコ。ブルセラのあっせんまがいのことをやめるんだ。本当に、サチコか？あらあら、一体どなたの幸子だよ。幸子だー。幸子っぽい顔してるもんな。やはりお前がブルセラの幸子だったか。ブルセラの幸子っていうなんか二つ名みたいについてるダサいよ。私が幸子ですわ。何か問題がございまして。ああ、大問題だ。お前のせいで無理やりブルセラをやらされて迷惑してるやつがいるんだ。迷惑？使用した服や下着を売るだけでたくさんの利益が得られるんですのよ。この行為のどこが迷惑なのでしょうか。何？何だと？お客様それを求めているわけです。今はまだ法に触れる可能性があるっていうのはちゃんと分かってんな、幸子お前。女の子がそんなことするのは良くない。そうだ、良くないぞ。女の子なら女の子らしくもっと恥じらいを持ってたな。それじゃ男が自分のパンツを売る分にはいいんです。いいよ。それはひどい男女差別ですわ。これからの時代そんな流行りませんことすげえ。竜が如くゼロ、まだ2023年でもそんなこと言われてんのに。まだ
龍が如くゼロすげえな。この時代からそんなこと言ってる。キリさんちゃんと論破されてる。親が悲しむからよくない。そうだ、親が知ったらどうする。親いませんとか言いそう。ひどいことをおっしゃいますのね。え、私両親ともに、ああ他界してた。じゃあ真ん中のやつか。あーなんだてめえ、ぶん殴るぞ。何なんだと。ちょっとした嘘で言いよどの説教なんて全然説得力ありません。わー確かに。ああそうね、生を売る大人の世界に首を突っ込んだもんだ。子供が火遊び続けているといつか痛い目見るぞ。あらあら、それでしたら私痛い目見てから改めて考えさせてもらいますわ。何何、用事はそれだけでして、私忙しいのです。お客様でないなら帰ってくださいな。いやパンツください。仕方ね、皆たちに報告に戻るか。ダメか、殴れないか。え、あらあら、お客様ですの。あ、なんかここでトラブルするな。サシコちゃんのパンツすごく良かったよ。それは良かったですわね。お客様今日は何をお求めですの。お、サチコちゃん好きだ。え、何ですか。サチコちゃん好きだ好きだ好きだ、サチコちゃん好きだ好きだ好きだ、サチコちゃん好き。こーわ、ドアップやめてほしい。マジで気色悪い。あのちょっと、サチコちゃん好きだよ、俺と一生一緒にいようよ、いようよって読みづらいからやめてくれ。そんなの無理。ん、やっぱ痛い目見るね。ちょうどもう俺決めたんだよ、一生幸子ちゃんのパンツの幸子の面倒じゃなくて幸子のパンツの面倒なんだ。あんた何、大好きだよ幸子ちゃん、ずっと一緒だよ。目がいってるもん。さあ行け桐生さん、声出な。よくさ、こんな振りかぶってるやつの前でそんなに悠長に声出ないとか言ってられるな。お、桐生さんやったか。ナイスー、うぐ、もう大丈夫だ。はぁ、あ、はぁ、あ、なんだお前。おぉびっくりした、俺とサチコちゃん邪魔すんじゃねえ。あ、喧嘩でーす、タチの悪い男でーす。サチコどこ行った、早々に離れたな。オッケー、お前144万持ってたん。はぁ、あ、はぁ、あ、ひぃー、あ、逃げてった。怪我はないか。だ、大丈夫ですわ。だから言ったろ、痛い目見るぞってな。どうして私を助けてくださったの。私、あなたに憎まれ口ばかり叩いたのに。あ、自覚あるんだ、すごいね。若い女が目の前で傷つくのは見ていられなかったからな。そんな理由で、そんな理由だけ何が悪い。なんだ、てめえら。あ、幸子とタッちゃんか。幸子さん。みんな、私もう幸子さんには従いません。ブルセラやめます、本当にごめんなさい。お願いします、俺の彼女なんです。ブルセラやめでもいじめないでください。なんだアテメ、あなたの言う通りでしたわ。もうブルセラという商売、高校生には少しお遊びが過ぎたのかもしれませんね。自分のせいでみんなたち同い年の子が今みたいに危険な目に遭うこと、私想像もしてませんでしたわ。私今日限りでブルセラ組織を解散いたしますわ。本当ですか。ええ、今まで振り回してごめんなさい。みんなやったー、やったよ、たっちゃん、もう下着売らなくていいよ、うん、なあ、よかったな、みなちゃん打ち明けてくれてありがとう、よく言えたね、彼氏に。いい決断だ、二人も喜んでる、ありがとうな。もうあんな怖い目に遭いたくないだけです、お礼を言われる筋合いありませんわ。最後にお礼としてさ、パンツくれね、うん、それに、なんだ下着をやっぱり好きな人にだけ見せたいなって思ったんですもん。おお、見せろ、怖っ。あ、そし、あ、じゃねえ、あ、そうしとけ。ふん、ああ、キリュウさん、そういうとこやぞ。彼女の秘密。オーケー。ブルセラか。この時代だからこそのやつだったのかな。今だったらもう裏垢女子なもんな。待って、危ねえ、ありがとう、柄の悪い若者。何？誰だ、お前は。伝言頼まれたもん。キリュウさんって、うん、そうだけど、誰から？おう、誰？堂島組？おう、
俺に相手になる自分で直接会いに来いとな。その人はあんたならきっとそう答えるって言ってて。え、誰？あー、敵じゃない。オッケー。どこに行けって。おい、ちょっと待て。あ、場所を言ってねえぞ。その道場組のもんってのはどこで待ってるんだ。あ、そっか、いっけね、バカだなてめえ。うっかりしすぎだろお前。バッツ戦、オッケー。誰だ。若様のおねだり。若様、